レース終わったら一緒に飲もうぜ。ペプシ、怒ってやるよ。俺が強えよ、お前。はい、どうもこんにちは。ドラマ弱虫ペダルの荒北康友、かっこよすぎる。本日は、冬に向けてサイクルジャージを購入しました。現在私は、箱根学園のジャージを、この夏用のジャージしか持っていないんですが、J スポーツから発売されている、公式の弱虫ペダル公式の、ジャージを、冬用ジャージを手に入れたので、早速開けていこうと思います。ペダルス公式箱根学園サイクルジャージ冬用、イエーイ。見てください、こちらの箱根学園冬用ジャージ、デザインはしっかりした感じになってますね。ちゃんと裏面にも箱学と書いてあります。でこちら横の部分にも、ドラマ弱虫ペダルと同じように神奈川という文字が、このこちらの横のサイド部分にも刻まれています。では早速試着していこうと思います。こちらは S サイズになります。僕このジャージをずっと購入をしようかどうか考えていたんですが、先週の弱虫ペダル、ドラマ弱虫ペダルで荒北の活躍を見たら、こちらの冬箱根学園の冬用ジャージがすごく欲しくなってしまい、衝動買いしてしまいました。サイズ S サイズぴったりですね。 S サイズはだいたい165センチぐらいまでの方が着れる服なので、特にちょうどいいサイズだと思います。中は起毛になっていて、真冬でも、アンダーウェアを着ていれば、そこそこの寒さはしのげると思います。どうでしょうか、似合っていますか。これで、真冬のロングライドでも、仮面ロングライダーズ箱枠の狼荒北として、サイクリングが可能になりました。こちらのジャージを着ての、サイクリングの模様は次回の動画でお届けしたいと思います。サイクリストの皆様に良きサイクリングライフが訪れますように。